こんにちは、シャケです。今回はリベンジ沖縄4日目と5日目の様子をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。この日のスタートは那覇市にある泊港から慶良間諸島に浮かぶ渡嘉敷島を目指します。泊港からは高速船で約40分。この日は波もなく快適な船旅でした。アハレンビーチへ向かうバスの中からは美しい渡嘉敷ビーチを見下ろすことができます。アハレンビーチに到着。見てください、この海の青さ。本当に美しいビーチでした。ここから無人島の離島に移動します。慶良間ブルーと呼ばれる透明度抜群の海、息を呑むほどの絶景でした。ここではシュノーケリングをしたのですが、たくさんの魚と出会うことができました。島を散策していると変わったものを発見。渋垣隊が解散した記念に建てられた像だそうです。渡嘉敷島では人生初のダイビングを体験しました。鳥肌が立つほどの絶景、一生忘れられない思い出となりました。初めてダイビングをされる方にはおすすめですよ。帰りはフェリーで約70分の船旅。疲れていたせいか眠ってしまったのであっという間に着きました。そしてこの日のディナーはステーキの名店オズハウスさん。口コミの評判が素晴らしく、ずっと楽しみにしていました。上テンダーロインとリブロースをシェアして食べたのですが、どちらも柔らかくて最高に美味しかったです。那覇でステーキを食べるなら絶対におすすめですよ。5日目の朝はアメリカンビレッジから。この日も最高の天気に恵まれました。ここは前回の台風の時に来た場所。見事にリベンジを果たすことができました。この日の朝食はザ・カリフキッチン沖縄。カリフォルニアをコンセプトにした店内は落ち着きのある大人リゾートを感じられる心地よい空間。海を見ながらの朝食はとっても気分がいいですよ。注文したのはパンケーキ。どちらもとっても美味しかったですよ。綺麗な海を見ながら大満足の朝食でした。続いて向かったのはザネー浜。前回来た時は天気が悪く、しかも引き潮だったのですごいがっかりしました。すごい絶景です。晴れた満潮時はこんなに美しいんですね。空と海が見分けられないほどでした。続いて向かったのは星野リゾートさんが運営するバンタカフェ。このアプローチが何ともワクワクしますね。見てください、この青い海。最高のロケーションですね。
ここバンタカフェではいろいろなシチュエーションの席が用意されています。居心地のいい場所を見つけてゆっくりと海を見ていたいですね。ここでのおすすめはシークワーサージュース、とっても美味しかったです。続いて向かったのは海かじテラスにある絶景レストランポジリポさんです。おすすめはテラス席、事前に予約をしましょう。目の前が滑走路なので飛行機を見るのもここの楽しみです。青い海を見ながらイタリアンのコース料理、最高のリゾート気分を味わうことができました。食後は海かじテラスを散策、かわいい雑貨屋さんや、こちらは石鹸の専門店、ここは楽しくてついつい長居してしまいます。続いて訪れたのは沖縄ワールド。ここでの目的は全長5キロにわたる鍾乳洞、玉泉洞、約30万年の月日をかけて作られたそうです。青い光に照らし出される鍾乳洞はとっても神秘的でした。鍾乳洞から出てくると大きな木がお出迎え、お土産もたくさん売っていますので最終日に寄るのもありかもしれませんね。この日最後に訪れたのは純血統アグーしゃぶしゃぶ金本店。希少価値の高い最高級のアグーと珍しい島野菜を味わうことができます。一つ一つの野菜をお店の方が丁寧に説明しながら鍋の中に入れてくれます。どれも初めて目にする野菜だったのですが、ここでしか食べれないものを食べれるのっていいですよね。しゃぶしゃぶってステーキや焼肉に比べると個人的にちょっと落ちるなって印象だったんですが、ここのしゃぶしゃぶは別格でした。お店の方におすすめされて海ぶどうを巻いて食べたのですが、これが最高に美味しかったです。これはなんとドラゴンフルーツの芽なんですが、とろっとしてとっても美味しかったです。口コミランキングは全国でもトップレベル、大人気のお店ですので必ず早めに予約を入れましょう。いかがだったでしょうか。少しでも旅の参考にしていただけたら幸いです。いよいよ次回は最終回、6日目と7日目の様子をお届けいたします。ぜひ最後までご覧ください。ご視聴ありがとうございました。